アレクサンドラ・ニコラエブナは、ロシア大公女。ヘッセンカッセル法博士、フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ヘッセンカッセルの妃。ロシア皇帝ニコライ一世と、皇后、アレクサンドラの三女として、サンクトペテルブルクで生まれた。家族からは、アギニと呼ばれ、父に一番、可愛がられた。姉のオリガによれば、利発で可愛らしい少女で、宮廷でも目立っていたという。姉、オリガの花婿候補として、サンクトペテルブルクを訪れたフリードリヒと出会い、1844年1月28日、結婚。しかし結婚後すぐに肺病にかかり、妊娠もしていたため、サンクトペテルブルクからヘッセンへ行くことができなくなった。アレクサンドラは、同年8月にヴィルヘルムと名付けられた男児を産むが、回復することなく没した。両親は、亡くなるまでアレクサンドラの若死を憂い続けた。アレクサンドラは赤子を抱いたまま一つの棺に収められ、埋葬された。フリードリーヒ・ヴィルヘルムは、10年後に2度目の妃、マリア・アンナ・フォン・プロイセンと再婚。6子を設け、本流の絶えた、ヘッセンカッセル家々長となった。ありがとうございます。